不溶性の放射性物質たくさん入ってるような感じしません？そうだね、ポツ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 切れますよね。濃いやつがね。これイノシシの糞と似たようなことですかね。ああ。柱をかじったりとかしますもんね。あ、そうか。ガリガリかじったりとか。ああ、そうか、歯がな。しますよね、歯強いです、ね、歯割れするのに。あとは木の実とか。あ、木の実はもうバルバル食うな。うん、そうだね。食べますよね。で、これ採取したのは富岡町で、うん、家の中、はい、あのネクタイとか、ゴザをお借りしたあの同じお家です。富岡町ゴザの上、これは今ですね、今にあの、はい、かき集めたの、はい、まあ、寝室として使われたところですね。もうこういう風にうんちだらけ。あ、それ見せるのね。これが、はい、今見えてます、うん、るる。もうどこもこんな感じです、うん、2階も1階もその辺、そのくたびれた家じゃなくてそこそこちゃんとした家ですよ。それでもやっぱりこうやって人がいないとネズミ入ってきちゃって、うん、解体したんですね。したってことですね、はい、2016年3月に採取したビデオあるんですけど、はい、ちょっと室内を汚しているネズミの落としていた糞です。サーベイします。サーベイメーターということですね、うん、620cpm あるんで。そう、ああ今やってるね。はあ、ネズミ君も随分内部被爆してんだ。そう、これは迫力あるね、はい、非常に高いですね。今300で、これ620まで上がります。600cpm ってことですね。600ですね、はい。これはいい映像だね。うん、ありがとうございます。とにかくネズミ何食ってるか分かんないんだけど、はい、ネズミが切り出すうんこが見事に 620cpm あって、それが家の中に撒き散らされてるという、ね、はい、先生には放射能測定もちゃんとしていただいて、137で6万3000cpm ありました。134で、1万2000、うん、とんでもないな、はい、だからこれ思い出したけど、はい、福島天王寺とか、はい、まあ、国の環境圏とかさ、はい、まさかネズミの糞は測ってねえだろうな。ああ。多分。ああ、測ってないでしょうね。な、生き物の肉とかそういうの測ってるかもしれない。ネズミのうんことかさ、イノシシのうんこまでは、はい、猿のうんこまでは測ってないだろう。はい、ああ。そんなことやるやつはバカだよな。本当にね。今、その言葉もう本当に俺に吹きかけられてると思ってますけど、お前はバカだっていやいやいや言っていただいて嬉しい限りです。うん、逆説的に言ってるんだけどな。うん。あの糞に気づいたのは実はザリガニなんですね。ザリガニ出てるうんこのとこだな。あ、そうなんです。腹渡で、うん、だからうんち出る前の直前のところがキンキンに出てたんですよね、うん、それちょっと今見に行きましょうか、うん、はい、ここの、うん、出口のところ、ね、出口のところ、うんこまみれのところ、うんこの形して体内なんですけど、うん、はい、まあ、背わたって言われるですね、うん、よくね、うん、はい、ここもそうですね。でこの辺からうんちに気づき始め、うん、はい、鳥の肛門もそうだよな。あ、そうですね、糞尿、うん、だからこうやって家屋が汚染されちゃうんですよ、うん、いい写真。これは富岡町の中心地、中心街にある家ですから、うん、つまり山側に行けばもっと激しいでしょうし、汚染は、うんうん、だからネズミも多いだろうし、そう、放射能汚染ってその人がいなくなって無人になっちゃうからこうなっちゃうんですよね、うん、やっぱり人が抜けてっちゃうと大変なんですね。NHK スペシャルでもよく出てましたけども、あの福島大学の先生が動物やってて、あのイタチとかアライグマ、うん、ハクビシンが天井裏に入って、うんうん、天井裏からね、巣として使っちゃってるっていう、うん、だもう天井からもキン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 放射線来るってことです、うん、厳しいですな。やっぱり帰還困難区域になっちゃうと厳しい、本当に町が破壊される。10年目の3・11に向けて、随時更新を続けていきたいと思います、チャンネル登録と、高評価、そしてできればシェアの方していただいたら、大変ありがたいと思います。よろしくお願いします。この本の購入とアーカイブとアーカイブサイトぜひあのご購入いただければと思います、はい、よろしくお願いします、はい。